ジャック・バトランドはイングランド・ブリストル出身のサッカー選手。クリスタル・パレス FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2007年からバーミンガムシティ FC のユースチームに所属し、2010年にトップチーム昇格した。2011年から経験を積むためにフットボールリーグ2のチルトナムタウン FC にレンタル移籍した。チェルシー FC からも関心を寄せられたが、 2013年1月31日、ストークシティ FC と4年契約を結んだものの、2012から13シーズン後半戦は、バーミンガムにレンタル遺跡という形で残留することになった。2013から14シーズンは遺跡の噂があった、アスミル・ベゴビッチの後釜として期待されていた。しかしベゴビッチは残留し、定位置を奪うことができず、同年9月26日に、 バーンズリー FC にレンタル移籍した。2014年2月20日にはリーズユナイテッド AFC にレンタル移籍。2014年10月20日、チャンピオンシップのダービーカウンティ FC に1ヶ月の短期レンタルで加入した。2020年10月16日、クリスタルパレス FC と3年契約を結んだことが発表された。 サッカーイングランド代表として UEFAU-17 欧州選手権2010に出場し、2011FIFAU-20 ワールドカップにも出場した。2012年、指を負傷したジョン・ラディの代役として UEFAU ロ2012のメンバーに選出されたが、出場機会はなかった。イギリス代表としてロンドンオリンピックメンバーに選出された。 2012年8月5日のイタリア代表戦で代表デビューした。ありがとうございます。